17フレームでループするアニメーションを作成するので、一番親のボーンを選択し、Enter をクリック、キー作成に17と入力し、対象は現在のアイテムと子孫に変更します。これにより、0フレーム目と17フレーム目に同じポーズのキーフレームが作成されました。ループ途中のキーフレームとして、5、 9、13フレーム目にもポーズをつけて、キーフレームを設定しましょう。